いや、お疲れ様です。マフィーです。爆強後もパレード回していきます。さっき歯医者行ってきて、ちょっと左の歯をね治療してきたので麻酔打ったんですけど、もう唇の左半分の感覚がないので滑舌が非常に悪い。ご了承くださいということで、今日は滑舌悪いんですよ。ミナリスの追加、ジュリックの追加、 S と英語マ1体ずつですね追加されております。で、神が芯が遠くありますというところで、このミナリス性能を見ていきましょう。スキルがフォース、表になっている1ターンの間毎ターン1800、まあ、つまり1800特殊ダメージ与えて、通常攻撃じゃなかった特殊か、特殊を 10% にするというところで、あの進化のミューズの特殊版みたいな感じですね。で、コンボスキルが相手の最大 HP 10% 削りということなんですが、まあ、これは刺さるタイミングにはめちゃめちゃ刺さるんですけど、刺さらないためには刺さらないっていう分かりやすい、そういうコマですね。で、刺さるタイミングとしてアポロンとか、とりあえず特殊を出してくるコマというか、デッキにはね基本的には刺さります。コンバートとか神タンとかかな、なんですけど、対面によってはこのコマの方がいいっていうコマが結構多いです。例えば神タンとかだったら通常攻撃もカットした上で特殊ダメージカットするビーナスとか金馬もあの辺が刺さりやすいと。で、一旦の間っていうね、このミナリスそういう性能なので、結構使いどころが難しいんですよね。まあ、このアポロンのこの一撃だけ耐えようと思ってミナリス出しても、他の吸収とか、まあ、手ゴマロックとかなんか適当なコマでイモられて結局次のアポロンで終わるみたいなことが結構あるので、継続的に特殊ダメージカットできたりする方が強かったりするんですよね。で、ビナーと比べるとスキルの火力とコンボスキルの火力っていうのも低い。そのわけでね、ミナリス基本的には、まあ、ビナーでいいかなっていう感じはありますね。なんですけど、刺さるタイミングにはうまく使えば刺さってくれますよっていうところですが、コンボの最大 HP 10% 削り、ここは対面によっては強いんですよね。例えばビーナスとかだって、コンボがね、自分のキャラゴマ1枚につき最大 HP 2.5% ずつ上がって 15% 削るということで、後半で使うような性能で考えたときに、まあ、ビーナの方がいいよねってなるんですけど、ミナリスとしてはやはりね、スキルがね特殊ダメージしかカットしないので、刺さらない対面としては速攻竜とか、あとは火炎がいると思うんですけど、その火炎対面とかだったら自分のキャラゴマ増やしてたらきついじゃないですか。ってなった時に、火炎対面だったらビナよりはミナリスの方がコンボスキルは強いよねっていうところなんですけど、結局ビナでスキルが700ダメージビナの方が多く出てるって考えるとそんな変わんないのかなっていうところですね。結局変わらん、まあ、ビナでいいのかなっていうところはある。なんですけど、特殊ダメージが出る対面が多い、そういう補正だったらありかなっていう気はしますね。例えば神の HP 上がってる時って神デッキ多いじゃないですか。ささやきとかウィブから飛んでくる特殊ダメージとか、あと代償とかいるので、このミナリスね、代償対面とかに出すだけで相手は悶絶すると思うので、意外とありかな。代償対面だったら強い気がする。ビナーのコンボスキルがね、代償対面あんまり火力出しにくいっていうところで、代償にめっちゃ強い気がするな、ミナリス。まあでもそんな代償いるかと言われると別にいないし、補正で選んであげたら使えるかもねぐらいですね。で、カップ戦においてはシュラインってことなんで、シュラインって結構ね、コンバートとかがマイナスされるんで、コンバート相手だったらね、特殊コンバートはめちゃめちゃメタれるところあるから、まあ、悪くはないかも。神のシュラってね、あんま強いのいなかった気がするんだよな。なんかカップ戦だったら意外と出番くるんじゃねえと思ってるんですけど、ちょっと見ていいですか。神のシュラってなんかいたっけ。神ってね、どっちかっていうとなんか人狼とかのイメージあるんですけど、シュライン、神のシュライン、こんだけしかいねえじゃん。じゃあこれカップ戦ではもしかしたら使えるかもしれないですね。神のシュラ、トゥールラか。ほーん、これ今回のカップ戦でマイナス2じゃね。さては、トゥールラとミナリス構築ワンチャンありかもしれないな、今回のカップ戦。ワンチャンですけど、まあでもマタンデッキとかもいるだろうしな、マタンから毒ダメージとか出される分にはしんどいところもあるし、まあでもカップ戦だったら全然ありかもしれないですね、ミナリス。考えてみてもいいかもしれませんね。はい、まあ、ダーシェとか使ってもいいと思うけどね。ダーシェもコスト1マイナスとかだった気するし、正月ダーシェね。どっちでもいいかな。はい、次。トカのミナリス。トカミナリスはスキルがボルトヒール、コンボスキルが特殊ダメージ。神ターンの時かつ自分の神駒が場面に4枚以上の時に発動できるボルトヒールですね。自分の HP が減少していないほど4000に近い雷撃ダメージ、減少するほど3600に近い回復を行ってくれて、で、コンボスキルが自分の神駒5枚以上がね、場面にある時に発動できます。神駒1枚につき700の特殊ダメージ差で5000と。ということで、まずアタックがそこそこ高いっていうのはいいと思うんですけど、このスキルに関しては4000雷撃ダメージっていうのは、まあ、ほぼ狙えないと見ていいですね。自分の神駒4枚以上っていう条件もついてるから初手に出せないんですよ。で、神駒4枚ってことはだいたいガブササキとかね、そういうデッキで使ってくださいっていう性能なんですけど、いや別に神駒4枚以上っていうスキルだったらこんなボルトとかに頼らなくても、他のね、なんだろう、イザナギとかなんかあの辺の駒、まあ、イザナギってスキルの発動条件あんま覚えてないんですけど、4枚だっけな、あの辺投げた方が火力も出るし強いと思うんですよね。まあ、ただボルトヒールっていうこのボルトの部分がね強いって捉えるのもありなんですけど、
まあ、一貫戦正直入らないかな。あの紙ゴマ4枚以上っていう条件を S ゴマで割きたくないんですよ。個人的な考え方なんですけどね。ガブリーダーでシンデレラ、あと、マドカとか適当に入れてね、あんであと1枚だけプシュク入れてあげるみたいな感じが個人的には一番使いやすいから、正直ミナリス使わなくていいと思う。でコンボスキル神ゴマ5枚以上っていうところなんですけど、まあ、ここも条件は厳しいけどコンボは結構強い。神ゴマ1枚につき700っていうのは結構な上昇量です。これね600とかはあるんですけど、700の上昇量の支え系特殊ダメージってあんまないんですよ。あんまないっていうかないんじゃねっていうところなんですけど、ただこの最大が5000っていうね、この上限値が低いのでね、他のコマに比べるとって考えると難しいかな。まあ、使っていくんだったらこのボルトヒールのヒールの部分をね中心に後半まで持ってあげてヒールしてコンボスキル狙うっていうのがいいと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけ火力出したいしな、ガブササイキ。なんかボルトヒール弱くはないんですけど、このミノリスを採用しないといけないかと言われると、ちょっとスキルの発動条件とか普通に気になるんで、個人的には使わないかなっていう感じですね。はい、なんで使うとしたら進化かな。でカップ戦で今回マイナス2されるんじゃなかったかな。なんか進化トゥールラがねマイナス2だった記憶がなくもない。今見るか、今見ればわかるわ。カップ戦だったらいいかもしれないですね。今回普通に特殊ダメージとか結構いると思うんですけど、あこれは俺が組んなんか適当に組んでた敵だ。なんだっけこいつか。あやっぱりマイナス2されるんだ。カップ戦だったらあれかもね。ってことで次英語マですね。ジュリックがこれですね。スキル遠征コンボスキル5000、自分のね、自分のっていうかこれあれか、戦機の種類数に応じて火炎ダメージを上げてくれると。1200、1400、1600、1800、この戦機のね種類が多ければ多いほど、獲得戦機の種類が多ければ多いほど威力が上がると。でコンボスキルも同じですね。はい、種類数が多ければ多いほど1500、1800、2100、2500と上がっていくっていうもので、スキルが火炎ダメージ、コンボスキルが通常攻撃ダメージということなんですけど、まあ、こいつは普通に花鳥風月に入れる分には悪くないと思ってて、まずステータスがいいんですよね。 HP 結構高めと。でこういう戦撃スキルで A ゴマの駒ってね、あの多分遠征だったらスキルだったら初めてかもしれないですね。このレアリティをこうしてでスキル順で並べると分かるんですけど、こんな感じ。源一がスキル5000で、龍之介もスキル5000で、大きくコキコキクもスキル優先で、読み方わからん、こいつも優先で、こいつが雷戦で、スキル遠戦は英語間だったら初めてですね。もうコンボ遠戦だったら10日ガランとかいるんですけど、で今見せた駒の誰よりも HP が高いんですよ。14後半とか15とかの駒がこうやって多いじゃないですか。あちょっとトモル君が HP 高いけど、でジュリックはね HP15 後半あるんですね。でスキルが遠戦ってことなので、まあ、悪くない気がする。で火力っていうのも、まあ、決して低いわけではない。ただまあ、種類が 4つ種類あるときに投げるような駒かと言われると、まあ、場面によっては投げなくてもっていうところあるんですよね。まあ、なんですけどスキルもコンボスキルもこれいつでも使えるって考えたら全然強いと思いますね。あとただコンボ合戦っていうのはこれ火力はめっちゃ出るんですけど、最近ガブササイキとかがやっぱ通常攻撃カットしてくるっていうところで、花鳥風月使うにおいてね合戦ってガブササイキとかに刺さないところあるから、そこは微妙かなっていう気はするなんですけど、まあスキルもコンボスキルも使いやすいので別に入れていいと思います。普通に花鳥風月にね入れる分には十分強いかなと思いますね。はい、なんかスキル遠戦のダメージが低いとかさ、そういうのあるかもしれないけど、まあ、いつでも使えるっていうのは結構アドバンテージなんでね。ってことでそんな感じでした。はい、じゃあ引いていきますか。ちょっとミナリス欲しいな。今回カプセンでマイナス2されるんか。俺カプセンなんか毎回適当なんですけど、言うてコストマイナス2って結構でかいんで引いときたい感あるね。そんなわけでマツパックよろしくね。これでミナリス出てくれたら一番楽だけど、俺マツパックから新チョコマ出たことって、いや新強コマかあんまりいないんだよな。はい、でも俺今日はねもうちょっともう麻酔もしてて唇めちゃめちゃ腫れててあれなんで、ミナリス俺を癒してくれ。大竹、俺大竹多分2体持ってる気がする。これ3体目な気がする。わからん、まあいいでしょう。3体目だった気がするけど、まあいいでしょう。割と最近の強駒が来てくれている、これいい流れじゃないですか。ということで本編いきますか。ここでミナリス引いてくれたら嬉しいな。まあでも今回カプセンミナリスじゃなくても勝てる気はするんですけどね。知らんけど俺、待って今月ってカプセンいつだっけ。いつも木金土日だから、あ25とかかな。了解了解、はい了解しました。はい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 、よいしょ。あ、ジュリック出てくれた。どうしよう。撤退しようかな。撤退しようかな。いや、でも、まあいいや。フェアリーもらえるし、もうちょっとだけ引いておきましょう。
かけらに余裕はある。まあちょっと来月あたりコラボとか来そうなんで、あまりかけら消費したくないけど。でもどうしようかな、正直ミナリスいるかな、どうかな。カップ戦ぐらいしか多分使わない気がするんだけど、まあ確定枠ぐらいまで引いちゃってもいいけどな。うん、どうしよう、ジュリク出てるんだよ、引くの。まあでも S 引いてないしな、 S1 枚も見えてないし、このガチャ動画ってなった時に S1 枚も見えてないっていうのは配信者としてどうなんだ。うん、1枚ぐらい見せてやろうぜ、夢よ。でみんなはミナリスを使ってるところを見たいかもしれない。そうだろう、分かったぜ、みんなの期待に応えるよ、任せておけ、俺に任せとけ。あ、来なかったわ。あー、ネプリーグの原田泰造並みの声を出したんですけどね、俺に任しとけ、お願いしまーす。じゃあここは確定枠なんで、強駒の S がどれか出ます。中身がミナリスだったら100点満点、100点あげるよ。よーし、100点欲しいだろ、100点、いや200点、いや300点、400点、500点、お、いいよ、3枚、これミナリス、ミュ、ミュ、ミュ、オーマイゲッっていうことで、エルティナでした。まあいいでしょう。ということで撤退します。ミナリスはいけなかったけど、まあバック強駒ファレルドなんてどうせ来、ま、毎月回すし、そのうち出てくれたらいいかなってことで、今日はここまでです。でもジュリック、ね、ジュリックを、まあ、動画にする機会があったら動画にしてみようかなと思いますね。ってことで終わります。ありがとうございました。まあ、ここまでね、めちゃめちゃ引けてた。あ、なんか強駒の、これ何これ、ポイント25。うわ、天井あんの、でもそこまで引けってこと、嫌だ。そこまで行くのはさすがに嫌ですね。どうしようかな。あと11年引いて、ブロシア、待てよ。これさ、ループしてる？あ、ループしないのね。あと11年だけ引いて、ブロシア2体取っちゃおう。いや、さすがにもったいねえか。ああ、いや、でも、引いちゃったもんね。S 来てくれるみたいな。あ、やべ、スキップ押しちゃった。え、でも、これで、あ。オーマイガー。はい。じゃあ、終わりますか。やることねえな。どうしよう。一体ずつ交換しようかな。いや、でも一応、いや、これこういうのはね、交換するの忘れるのが一番嫌なんで、俺も交換しておきまーす。ということで終わります。この動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃれば、高評価、チャンネル登録よろしく。ミナリス、カップ戦でめちゃめちゃ強いかもしれない。当たった人はぜひ使ってみてください。ということで、この動画面白かったという方は、あ、2回言ったらこれ。また次回にしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。